かとてもいい話というか、僕もそのバックパッカーだったので、ユースホステルとか、まあアジアの安宿で相部屋とかで会った人とか、島でたまたまポケットしてる時に会った友達、一緒に過ごした時間っていうのが多分一日の人もいれば一週間の人もいますし、一緒に電車で次のとこまで行ってみようっていうくらい時間を過ごした人もいますが、すごくその時の時間っていうのが濃くて、僕ももう50になりましたけど、今でも何十人か連絡取り合ってるんですよね。ですごく不思議なもので、中には毎年こうメールが来たりしてやり取りするんですけど、気づいたらもう20年以上会ってない友達とかいるんですよ。だけどあの時はああだったとか、何か共通する価値観とかでもあったんですかね。普通に喋れる友達がたくさんまだ世界中にいるんですけども、それっていうのが安宿巡りの旅の一番の財産なのかなって思います。